ボンジョルノ。私は今日ポンペイの遺跡に来ています。このポンペイの遺跡は紀元後79年にベスビオ火山が噴火して火山灰の下に埋もれてしまった町として知られていますが、ずっとですね、火山灰があったおかげで素晴らしい町並みが残っています。さて、見ていただきたいのがこの石畳なんですよ。石畳、ローマの町づくりの石畳はとても素晴らしいものだったことで知られていますが、見てください、2000年前の馬車の轍が残っていたり、また3つのこの大きな石があちらこちらにあるんですよ。これって昔はですね、ここが雨が流れてきたり、または下水となっていたので、あとここはですね、馬車が渡るところで、こちらが歩道なんです。そして人々はこのようにポンとここを渡ることによって足が濡れたりしなくてよかったんですね。素晴らしいです。そして今でももちろん新しくなっている大理石のこの道の名前や、そして家の名前が書いてあります。これ実はポンペイの遺跡の水を飲めるんですね。これ実はもともと鉛の水道が通っていて、やはりどこの